でバリエーションが多くて、さあまた久保がいいところで受ける、かわした、ここからシュートいくか、またかわしたシュート、いやちょっと最後はつま先だけのシュートになってました、でもこのチーム特徴なんですよ、あそこで受けてドリブルで仕掛ける、そしてコンビネーションを使ってくる、今コンビネーションありませんでしたけど、周りがついてきてるんで、こういう相手がこういうふうにリアクションして、シュートまで行ってますから、いいですよ。ただその久保の特徴といえば、最大限に出たシーンでありました、まあ、ああいうプレーが久保だけじゃなくみんなができる、これもいいですね。さあここも引いてきて、高橋シュート、こぼれて、もう一度シュートを浮かした、ミートできなかった、最後は13番の中村、